スペインの教育について述べる。スペインの教育は、スペイン1978年憲法27条を根拠としてスペイン教育省が所管している。またボローニャプロセス及び欧州資格フレームワークが導入されている。現行の教育制度は1990年10月に制定された教育制度総合整備組織法に基づいており、そこから発達する形で、 国民党はスナール政権期の2002年に教育の質組織法が制定され、ロースに基づく教育制度改革が進展しかけたものの2004年にスペイン社会労働党のサパテーロ政権が成立するとロースは社会労働党の公約に従って廃止され2006年に制定された教育組織法に基づく教育制度改革が進展している。義務教育は 初等教育の6年間と中等義務教育の4年間の合わせて10年間で無償である。義務教育の日数は年間175日間と定められており週5日制である。2003年の推計によれば15歳以上の国民の識字率は97.9%である。2007年には GDP の4.4%が教育に支出された。 スペインの教育士及び S、イストリアデラエルカスヨーンエヌ・エスパーニャを参照バルセロナ大学サラマンカ大学0、歳から5歳までが修学前教育であり、0歳から2歳までが第一段階、3歳から5歳までが第二段階となる。3歳未満の修学率は約17%だが、3歳の修学率は約96%である。 初等教育は6年間である。前期中等教育に相当する中等義務教育は4年間である。後期中等教育に相当するバチジェラトは2年間であり、芸術、科学及び工学、人文科学及び社会科学の3コースに分化している。バチジェラトの成績とセレクティビダの結果を加味して大学進学が決まる。詳細はスペインの高等教育を 参照大学は1983年制定の大学改革組織法、1991年制定の大学設置令、2001年制定の大学組織法、2001年制定法への批判を受け入れる形で2007年に制定された改正大学組織法によって制度が定められている。かつては学部においても4年間から6年間の 長期課程と3年間の短期課程の2つの制度が存在したが2008年に短期課程が廃止された2007年4月の時点で学生の90.2%が公立大学に9.8%が私立大学に在籍していた欧州連合の報告によればスペインの国籍保持者で第一課ほどを終了した割合は51%に止まっており 半数の国民が義務教育で学業を修了している。隣国であるポルトガルを含めた欧州更新地域は上回るものの他の欧州主要国の中では最も低い水準となる。高等教育への進学率も29%に止まっている。また学力が追いつかないまま大学へ入学する学生の数が増えており、大学生の中退率は約30%となっている。 ありがとうございます。